回は永井隆式年鑑と横堂を紹介します。ここでは永井博士の生涯について書かれた書類や写真、永井博士からのメッセージが展示されています。他にも育苑書、この子を残してなど様々な著書も展示されています。また映像鑑賞が行われているため、より深く永井博士について知ることができます。永井博士が戦後の子どもたちのためにすさんだ心を少しでも豊かにしようと、図書館であるうちらの本箱を作りました。今では永井博士の意思を発信し続ける多くの学生たちの平和学習発信地ともされています。ここは横堂です。横堂は永井博士の病室兼書斎でした。現在では永井博士の恒久平和と隣人愛の精神の象徴となっています。